こんにちは。人生はギャンブルみたいなもんだなというふうに私も思いますね。まずはサイコロを振るように、まあ、生まれてくるわけなんですよ。生まれてくる場所、時間、性別、いろんな特徴がありますけども選べないですよね。つまりはトランプで言うとポーカーで言うとカードが配られた状態なんですけども、まあ、5枚の配られたカード、 これ私たちには選べないんですよでも与えられたカードで最大限の結果を出すしかないということになるとそのカードをー勝負する時にね少しでも勝てる確率を上げるためにやることがいろいろとあるんじゃないかなと思います、まあ、経験を積んだり知識を身につけたり人間関係を構築したりさまざ、あ、まあるのかなと思うんですよだから打つ手はあるんだろうなと思いますそうなると 人生はギャンブルのように始まるんだけどもでもそのギャンブルの中に勝利の法則を導き出すことができるんではなかろうかと思うんですねこれが私がね FX が大好きな理由で FX ってのはあの、まあ、バイに触れるかセルに触れるか2つに1つランダムウォークって言うんですけどもまあ、本当にどっちに行くかわかんないんですよね上に行くか下に行くかわかんない中高い確率で勝利をものにしていくんですよね まあその要素は様々あるんですが少なくとも一つずつ学習をすることによって経験を積むことによって五分五分だった勝負が少し傾いて4対66割勝って4割負けるとかねもっと言ったら49回は負けるんだけども51回は勝てるよっていうふうなバランス均衡ちょっとねずらすことができるんですよまあそれが人生の勝利の始まりなんじゃないかなと思うんですよねまあつまり 人生が五分五分っていうところから、ちょっとだけ勝てるっていうふうになると、もうそれで差し引き勝利なんだろうなと思います。まあネットビジネスでね、どうこうやるっていうのはありますけども、私の場合は、本当、泣けなしの借金をさらに重ねて、クレジットカードの枠2枚で40万を出してですね、最初のヒルズ塾に入ったと思います。まあそっからなんですよ。この行動を一か八かにしないために、 徹底的にやっっててみたってことなんですよ、ね、まあそのためには3年5年かかっても構わないと思ってましたでも時間はかけるんだけども密度も相当深く持たなければ1年間っていうのは週に一度やって1年間なのか毎日やって1年間なのか24時間をフルに使って1年間なのか同じ1年間でもだいぶ歩みに差ができると思うんですよね私の場合はマージャンテンっていう 自分のお店ががあっったたんんでで拘束時間が長かったんですよおおむね拘束時間16時がありましたんでまあどうやってもね残りの8時間で勝負するしかなかったんですよねでも自分だけじゃなくて多くの方が似たような環境を抱えてる中で本当に8時間をフルにビジネスにぶち込んだら他の人の歩みに負けるわけがないなと思ったんですよまあ実際そういうふうにするために宣言をしたのは24時間いつでも あなたと会う時間を作りますってことだったんですよね。それこそ深夜2時だろうが、朝4時だろうが、人をお迎えするために待っていました。逆にですね、こういう時間に約束をすると、まあ約束を破る人っていないんですよ。どうでしょうかね、お昼の2時、3時のアポイントメントって、変更があったり、ドタキャンがあったり、すっぽかされたりあると思うんですよ。どうですかね、深夜の約束、早朝の約束。これはなかなかね、 この約束を破れる人んまあそもそもそういう時間に指定してくるわけですから本当にその時間しかチャンスがないと思ってるんでしょうねまあそんなかんなで多くの方は自ら脱落していくんですけどもどこまでもついてきてくれる人もいるんですよねまあそうするとやっぱり勝利の確率高まりますよなぜなら勝利を手にしている人と過ごす時間を少しでも多く持とうと思ってる それがもう勝利なんじゃないですかね。今こうして自分が FX を人に教える立場になるアフィリエイトをマスターしてそこで生活の基盤ができた。いろいろとありますけども吉野さんが1000万円級の車のね、えー、スペック完了したっていうのも動画でちらっとサムネイル見て再生ボタンちょぶって押したんですけども 冒頭のね30秒ぐらいしか見てなかったんですけどもそれでも全てね私には受け取ることができましたいやそうなんですよ結局自分の望む人生を最大限広げて歩めるのかそれとも残された自分の選択肢をまあまあいいように使っていくのかどちらもまあ意味ある素敵な人生だと思いますけどもまあでももしね仮にこっちを選択していたらどうだっただろうか っていうふうに振り返ったときに、選択できなかった理由が、お金なんだったらちょっともったいないなと思いますね。しかもそのお金ってのも、別にできない金額じゃないじゃないですか。5億、10億の差を悩んでんだったらわかりますけども、まあ、あえて言えばね、たかたか1000万の車ですよ。たかだかね。たかたか1000万車にぶち込めないような、そんな自分の好きなことに1000万も使うような人生って、なんなのかなと思って。 いるわけなんですよねもちろんいろんな事情でそうなれない方がいるのそういう人をね卑下するわけではありませんでも自分なりに最大限本当にやってみてやり残しとかないぐらいやってみて手に入れたものがあれば素晴らしいと思いますしそれで手に入れられなくてもやるだけやったということを手に入れたんじゃないかなと思うんですよ、まあ、まとめて言うとね、まあ、夢っていうのはそこに向かう姿そのものが まあ夢でありね。夢をつかむのは最高なんですけども、つかめなくて追いかけ続けるのもまた夢なのかなと。うんね、いい車に乗ってね、走ってますけども、目的地がなくても走ってる爽快感っていうのはあると思うんですよお。ぜひね、火曜日ご一緒させてください。それでは、一緒に皆さんこれからも夢を見ていきましょう。いってらっしゃい。